ワシーリー・チュイコフ、ワシーリー・イバーノビチ・チュイコフ、1900年2月12日から1982年3月18日は、ソ連の軍人、ソ連邦元帥、ソ連邦英雄、2回、スターリングラード攻防戦において、第62軍司令官として同志を死守したこと、さらにベルリンで、ナチスの降伏を受け入れたことで有名である。 彼の接近戦での攻撃ノウハウは、後に特殊部隊のバイブルとなっている。農民出身で叩き上げで赤軍の名称となった。1900年、トゥーラ県ベニエフ軍セレブラヌイエム村の農家の第八子として生まれる。シュイコフには、兄弟姉妹が十一人いる。十二歳の時に学校を卒業し、家族の生活費を稼ぐために、 サンクトペテルブルクの工場で働き始める。2月革命が勃発すると工場を解雇され、赤衛隊に入隊し、他の兄弟と共に、クロンシュタットの地雷教育部隊に配属される。1918年には、モスクワの左派、SL の反乱鎮圧に参加した後、軍学校で軍事教官過程を3ヶ月間学ぶ。ロシア内戦では、 南部戦線に従軍し、白軍との戦闘を経験し、1919年に、ボリシェビキ党員になり第40連隊長に任命され、ミハイル・トゥハチェフスキーの指揮下に入り、コルチャーク軍と戦う。1920年には、白軍との戦闘の功績によりアガハタ勲章を授与される。ポーランドソビエト戦争に従軍した際に4度負傷し、 後段の破片の摘出が困難となったため左腕に破片残ったままとなり、これ以降左腕の麻痺に悩まされるようになる。1921年にフルンゼ名称軍事アカデミーに入学し、1925年に卒業した。1926年にバレンティナ・ペトラオブナ・パブロバと結婚し、一難一女を設けている。 1929年9月から1933年にかけて独立赤旗局東軍参謀部課長を務め、1935年からは陸軍士官学校の教官を務めた。1936年12月にボブルイスク軍集団司令官に任命され、1938年4月に第五旅団長となった。6月からは白ロシア軍管区に配属され10月7日に、 国防人民委員部のメンバーに選出された。1939年のポーランド侵攻では第四軍司令官として参戦し、続く冬戦争では第九軍司令官を務めたが、スオムスサルミの戦いでフィンランド軍に敗北している。戦後の1940年12月に第四軍司令官に任命された後、在下ソビエト軍事顧問団の一員として中華民国に赴任し、 1942年5月に帰国。同年6月に中将に昇進し、第64軍司令官に就任した。9月10日には、第62軍司令官に就任し、スターリングラード攻防戦でゲディラ戦を展開し、ドイツ国防軍を降伏に追い込んだ。前述の通り、この戦闘では敵が潜む可能性のある部屋に手榴弾を投げ入れ、爆発直後に、 自動小銃を構えて突入し、粉塵の中を手当たり次第に乱射して制圧し、さらに次の部屋の制圧に向かうという後に、CQBE と呼ばれる室内戦においての効果的な戦術を編み出し、戦後には様々な国の特殊部隊での模範となった。スターリングラードでの勝利後、チュイコフはスボーロフ勲章を授与され、第62軍は第8新鋭軍に解消された。 チュイコフは引き続きウクライナ、白シロ,ロシア、ビスワイコール、オーデル構成に参加した。ビスワイコール、オーデル構成では、ルブリンのマイダネクを解放し、ポズナンを攻略し、オーデル側までの共闘法を構築した後、ゼーロー高地でドイツ第9軍を破り、ベルリンに進軍した。ベルリン市街戦の最中の1945年5月1日には、ドイツ陸軍参謀総長、 ハンスクレープスの急戦交渉を受け、アドルフ・ヒトラーの死を知った最初の連合軍司令官となった。翌2日には、ベルリン防衛軍司令官、ヘルムート・バイトリングの降伏を受け入れた。戦後、スターリングラード戦及びポズナン攻略の功績により、ソ連邦英雄を授与された。第二次世界大戦終結後は、ドイツ中流ソ連軍副総司令官補佐官、 第一副総司令官を歴任し、1949年に総司令官及び在独ソ連軍政府最高司令官、1949年10月からは委員長に就任。1953年のヨシフ・スターリンの死後は、格下のキエフ軍艦区司令官に左遷されるが、1955年3月11日にはソ連邦元帥に昇進している。1960年に、 国防次官権ソ連地上軍総司令官に就任し、1961年からはソ連民間防衛部長に加え、ソビエト連邦共産党中央委員会委員も兼務し、中央委員会委員は死去するまで務めたほか、民間防衛部長として民間防衛の専門家を養成する大学の創設を主導し、1972年まで務めた。1962年には、 キューバ危機の原因の一つとなったの中心人物の一人として、キューバへの核ミサイル配備を指揮した。1964年6月、ニキータ・フルシチョフの軍政改革により、地上軍総司令官職が廃止されたことに伴い、退任する。1965年に、ベルリン名誉市民となり、死後の1992年まで放置した。1981年、 ポーランドソビエト戦争時に負傷した左腕の傷から、敗血症を引き起こし治療に当たるが、9ヶ月後の1982年3月18日に死去した。死後、遺体は、ボルゴグラードのママエフクルマン、スターリングラード攻防戦の激戦地に埋葬された。ソ連邦元水は、モスクワのクレムリンの壁に埋葬されるのが通例だが、チュイコフは、 クレムリンの壁以外の場所に埋葬された唯一のソ連邦元帥となった。死去するまでの間に独ソ戦時の経験を発撮の著作に表している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。